それではただいまより茨城大使委嘱状交付式を執り行います。委嘱状、城之内早苗様、あなたに茨城大使を委嘱します。茨城県知事橋本雅臣代表でございます。どうぞよろしくお願いいたします。茨城県は任期度では下の方をさまよっております。でも本当にね、お建物も美味しいし、本当に住みやすいところだと思いますから、175人目頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当にいいところですから、もう PR ね、城之内さんにもね、あれしていただいて、PR していただいて、本当にありがたき、心強いと思います。はい、どんどん茨城のことをなんかこういろんなところで言っていただけると、茨城県もどんどんこう人気が出るんじゃないかなと思います。皆さんと力を合わせて茨城の良さを一人でも多くの皆様にこう知っていただけるように、微力ながら頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はこのキャンペーンで茨城県は笠間にお邪魔しています。やっぱり地元の皆さんだけあってあったかい、すごい皆さん、いいお客様との出会いがあって、これからも空港物語ますます頑張っていかなくちゃいけないなと思っております。ということで皆さんもどうぞ応援してください。